雷山陽の大作蒙古雷を永田栄光の舞金子君宝岡村新僧の銀兵でお届けいたします。文明11年10月、900艘の船団をもって来襲した蒙古軍は、その一夜大暴風雨のため残兵を集めてようよう退散していった。その7年後、公安4年5月、欧州からアジア全域を平穏すべく再び博多に現れた蒙古軍は14万の大軍。筑豊の海は大戦の気配を示して満天暗黒である。蒙古雷。Oh,